はい、貧乏人の遺言シリーズ シリーズ化してるっていうね パート2作りたいと思います。前回はお互い成長したらまた会おうなっていう動画です。まあ、その前に重大報告っていうミニマリストの人間関係についてっていう動画を上げてるんですけど、まあ、その動画を見た僕のこの YouTube を見てくれてるリア友、あ、その、ゆい、えーと、リア友宛てに作った動画を見た、そのリア友じゃなくて、もう別の第三者ね、ですね。から、連絡が来て、その人とお話ししました。なんか、まあお前の言ってることはまあわかるけど、別に面と向かって言う必要なかったんじゃない、本人に伝える必要なかったんじゃないって言われましたね。まあそれは僕も考えた。言わなかったら、言わなかったで、なんだろう、ただただ誘われた時に拒否して、でそれを繰り返すことになる。で相手からしたら、なんか最近ずっと断られるなーって気持ちになる。ってことは誘う回数もだんだん減ってくる。誘うのに結構体力いりますからね、精神力。で自然消滅するっていうことを考えて、じゃあ事前に言っといた方がいいなって思いました 僕は。だから僕のその本人に面と向かって言ったっていうのは間違いじゃないと思ってます。まあ言わない方がいいっていうのも分かるんですけどね、相手がそれを受け入れれるかとか受け止めれるかっていう問題は、わかんないですからね。知らないところで、こそこそやられるより良くないっすか？ なんか、そんなに思ってたんだったら言ってくれればよかったのにってなりません？言えねえからこうなってんだよみたいなさ、関係性あるじゃないですか。相談してくればよかったのにとかさ、いやいやいやみたいな。でも僕は言っちゃう人間なんで言いました。で、あともう一つは、YouTube にするのそれまずくねって言ってました。その通りだと思います。僕がビッグになって、周りの人にも影響を与えるような、周りの人っていうか、僕のリア友に影響が、なんだろう、分散されちゃうっていうか、あいつの卒業アルバム見つけた。あいつの何々しって言ってるのはこいつのことである。こいつの家に肥料を送ってやれ。とか、そういうトラブルにな、つながるぐらいのビッグになったんだったら、僕はそれはしなくなるよ。そりゃ。まあ、デジタルタトゥーだからこれを消さない限り、でも消してもなかなか消えないんだろうけど。そんな予定ないんで はい。ただただ僕の日記、日誌を、Vlog をネットに公開してるだけなんで。他人の日記や日誌に興味あるやつはそうそういないっすよ。有名人のだったら知りたいかもね。木村拓哉さんのデビューしてからずっと今まで書いてきた日記。限定公開。読むでしょ？つかそれ
絶対、本になるわ。100万部突破するわ。一瞬に。一瞬にして。まあ、それとあと、僕個人のあれなんで、感想なんで、適当なこと言ってんな程度で思った方がいいっすよ。うん。これでなんか被害を受けてる人たちいたら。なんか Twitter とか YouTube とかで悪口言われたとか、それ切り捨てる必要ないっすよ。コメント欄とか。それと一緒っすよ、この動画も。しかも俺悪口じゃないし言ってんの。提案だし、こういう件がありまして、こうしませんかって。まあ相手に変わってもらうっていうことが俺基本無理だと思ってるんで、僕がこうしたいと思ってます。なのでこうしますっていう提案なんで、ただ単に。一緒にウィンウィン探しましょうって話ですよ。それができないんだったらノーディールって話です。ありがとうございます。一応ね、忠告してくれた人。で、動画見たけど、そういう方法よりも、もう、普通に無視すればいいんじゃないの?とかって言ってきたんですよ、そいつ。俺はその瞬間、ハテナになりましたけどね。え?話しかけられます。聞こえないから聞こえない。まあ、何々って言った?とかって返します。で、無視されます。っていう状況が嫌なんだったら、普通に話しかけられないような状況に持ってったりすればいいんじゃないの?例えば一緒に移動しないとか、一緒にその場所に近くにいないとか、いや、それを思った、それをやるだけですよ、ただ単に。目的地決めて、ここ集合ね、で、ここで遊んで解散ね、みたいな。環境変えるだけですからね。それをやりたいだけ。で、かつ無視すればいいんじゃないのって。は?なんか言ってきます?もう聞こえない。これ。もう聞こえても聞こえなくても無視します。で、それをずっと繰り返します。で、それを俺、言いましたよ。本人に。無視され続けたら、正直凹むよねって言って本人凹みます。みたいな感じで言われました。わかります。いや、凹まないはずないっすからね、マジで。存在否定っすよ、マジで。で、それをするとどうなるかって言ったら、ん?俺なんかしたごめんごめん。なんかしたんだったらごめん。ほんとなんか言ってとかさ。なるやん。既読無視も、人間関係も実際。なんか急に俺嫌われたんだけど、みたいな。問いただしてみたい。俺なんかしたかなって考えちゃったりするやん。それを繰り返したらさ、関係崩れません?逆になんか学習するのかな?あ、これ話しかけない方がいいんだなーって。だけど俺たち仲いい。になる?こういうやり方なんだな。仲いいぜ俺たちって。なんなくない?なので僕は無視をするっていう選択肢は取れませんでした。いや、何回か取ったことあるよ。取ったら、まあ、それ、あれだよね。なんか俺したみたいな感じになった時とかもあるし、LINE でもありますね、それは。うん。それは普通だと思うよ。全然。うん。いや、だからそれをしたら、こういう風だったから、やってみたって言ったら、無視に無視返ししたらどうなるのかってやってみたって言ったら、まあ、それはね、あ、そうだよなって話には決着ついたんで、うん。ここはね、ちょっとね、俺は無視するって選択肢はなかった。うん。謎っすからね、マジで。急に。急に何も言わずに発言、宣言せず、提案せず、急に。いや、それ大嫌いじゃん、そいつのこと。俺嫌いじゃないっすか。うん。嫌いじゃないですよ。なんなら、嫌いになっちゃうかもしれないから嫌いになっちゃうかもしれない要素で排除しましょうって話です。うん。いいところいっぱいあるんですよ、マジで。マジで、個人のね、もう三密空間でも最強っす、マジで。うん。マジおもろいっすかね、そいつ。天と地の差があるってそういう時に使うんじゃないかっていうぐらい人格変わりますからね。マジで。本当に。声のトーン普通に聞こえんのよ。基本。でもね、そういうところはいいと思ってるから、そこで仲良くしてもらいたいだけで。
その無視って選択肢を取らないで、もう本人にちゃんと宣言して、こういう対策をしますって話です。場所を限定しましょうっていう話ですね。はい。なる、YouTube、本人に面と向かって言わなかった方が良かったんじゃないのっていう意見と、YouTube に載せたのあかんやろっていう意見と、あと、無視した方がいいんじゃないかってアドバイスありがとうございます。はい。それも僕の頭の中で一回ローテ済みです。ロープレ済みです。はい。その結果、僕の方法を選びました。逆に提案してましたもん。わかったわかった。じゃあ、無視の方法をやってみようと。いいよって。僕が宣言したのを一回取り消して、ダブスタクソ親父だから、こっち行った、あっち行った、こっちだ、あっち行った、もうすぐもう、何でも帰りますからね。ダブルスタンダードなんですよ、僕は。悪く言えば優柔不断。よく言えば臨機応変。そんな感じですね。まあ、だから、考え方に固執しないんでしょうね。まあ、その分、偏りがないのかもしれない。よく言えば。で、まあ、いいよ。無視するの試すけど、せめて回数決めようって。怖いんだけどって。そいつと俺これで仲良くなった、お前のせいだからなって。お前ちょっと回数決めてくれって。で、回数決めて、もうそれでなんかもうやばそうだったら、もうそれで、ネタバレするからねって。その本人に。ごめんごめん。これ無視してたのはね、ある方が、無視した方がいいんじゃないのっていうアドバイスをしてきたんですよ。それを実験的にやりました。本当に申し訳ないって。言わせて、じゃないと、マジで、関係修復できなくなるから、さすがの。さすがのタケちゃんでも無理って。で、回数決めようって言い始めたら、そいつ、逆になんか場所とか限定した方が良くないような気がするんだけど、なんでそっちの方がいいと思ったのかわかんねえみたいなこと言うんだよね。え？別に場所決めても良くない？移動手段まで一緒にいる必要なくない？わざわざ。いや、その移動手段ですら楽しいって関係性だったらいいんだよ。けど楽しくないからね。でも別によ、いいじゃん。ほぼ一人なんだ。飯食う時だって、環境によってはほぼお通夜なんだから、別に一緒に食う必要ないの。重要なのはさ、どこでやるかとかっていうよりもさ、誰と何をするかじゃない？で、誰と何をするかがなくなっちゃうような環境が生まれるんだと、そこはもう適正じゃないってことでしょ。だから別に場所限定してもいいと思うんだよね。むしろした方がいいと思って。まあ、そういうことです。まあ、最後いいこと言いかけたんで、それをまとめますと 勝手に自分でいいことって認定するって、まあ、これはね、社会人1、2、3年、いや、2年ぐらいに気づいたのかな。場所じゃねえなって。誰と何するかが大切なんだなって、遊びで。ずっと北見出る前までは、北見いる間は、北見つまんねえなって。なんもねえしって。で、それが嫌で、こっち来たんですよ。千葉、東京付近で遊ぶみたいな。で、それを1年ぐらい続けたらさ、あれ、千葉も東京もなんもねえなって。つまんねえなって。ってなったんですよ。だから、場所じゃないんですよね。誰と何するかなんですよ。で、つまんないのは場所、その土地とかじゃなくて本人なんですよ。僕が北見で遊ぶ能力がなかっただけなんですよ。センスがなかった。で、千葉、東京で1年ぐらいやってたって飽きてさ、あ、千葉も東京ももういいかなって。まあだけど、ここで暮らしてるか、まあここにいるんだけどね、みたいな。まあただ暮らすだけじゃね、みたいな。っていう感じになってたんですけどね。自分の考え方とかって変えていくとね、やっぱおもろいやんってなりましたね。もともとなんだろう、聖地巡礼とか、そのに、あれ、好きじゃないものをアニメとか漫画とか読んだり見たりするのとか、ドラマとか、
好きじゃなかったし、あと、あれ、好きくない、聖地巡礼と、あ、なんとかコラボカフェとか、イベントとか、並ぶのが好きじゃないとか、待つのが嫌だとか、謎の空間に時間無駄にするの嫌だとかって思ってたんですけど、いや、意外にいいぞと。もういざやってみたら、コラボカフェもそうだし、聖地巡礼もね、下調べあったりしたらもう余計いいぞということになったんで、僕無宗教で無神論者っていうか、もう完全に何し無神論者っていうか何信じてますかって言ったら、僕の宗教で言ったら科学教っていうものがあるんだったらもうそっちなんで、まあ最近みんな横文字大好きだと思うんで、それ使わせていただくとエビデンス重視っていうか、その時のその時代の科学が証明したことを信じますよっていうだけなんで、僕はそんな僕でも神社とか寺とか行ったら楽しめるんですよね。なんか下調べしたら余計楽しめる。なんでそこに神社建てたのかとか、ここ誰祀ってるとこなのかとか、なんか土地を調べておくとかさ、あとそこに来てる人たちとか見てるとね、やっぱ和むんだよな、ああいう場所って。いい散歩場所になったりするんですよね。神頼みできる人たちってまだ絶望してないから、なんかこっちも見てて幸せになれるんだよな、マジで。ライブ会場でペンライト振ってくれてる人たちがニュータイプの光を発信してるのと一緒で、なんか神社に来てる人たち見てるとね、いいんだよな。まあ、怪奇さん物語シリーズの怪奇さんが神社に命よりも大切なお金を投げてるのが滑稽でしょうがないから、それを見るのが楽しいとか言ってましたけど、それはまあ半分ある。っていう、それっぽいこと言ってみたとか言ってましたけど、その通りです。なのでね、場所じゃないんです。本人が面白いかどうか。で、誰と何をするかです。以上です。では、僕はそう思ってます。そう思ってない人がいればコメント欄や LINE とかで、連絡ください。では、じゃあね、バイ。